松坂未来対談は、竹上市長と地域の未来を担う若い世代の高校生が若者の定住促進を目指した街づくりについて意見を交わそうという取り組みです。今回は松坂商業高校ソーシャルビジネスプロジェクトで活躍する10人の方に集まってもらいました。それではスタートです。私たちが考えたいつまでも居続けたい町としての松坂についてお話しします。私たちが考えたいつまでも居続けたい町は、インフラ整備の行き届いた行きやすく戻ってきやすい町です。私たちは高校生が県外へと進学就職する理由には、行きたい大学が県外にあること、交通の便が悪く通いづらいこと、都会に住んでみたいという憧れ、県外の方がお店が充実しているからという理由があると思いました。松坂をインフラ整備が行き届き住みやすい街にするためには、電車の本数、駅を増やす、商業施設を増やすことが必要だと思いました。これらを行うことで松坂がもっと活発で住みやすい街に近づくと思います。以上です。はい、ありがとうございました。朝は電車の本数って3本ぐらい、1時間3本ぐらいあるような気がしますけど、それはもうちょっとあった方がいい。誰から言ってもらいましょうかね。村田さんどうですか。はい、1時間3本電車ですよね、うん、まあ自分は問題なく通えているので、その学校に通学でちょっと電車の方使うんですけれども、はい、うん、まあいいかなと3本で、ね、けどよく言ったらもうちょっと欲しいですね、うん、はいはいはい、あの、コロナが電車通学している人は4人、はい、ちょっとじゃあ行ってみようかね。中村さんどうですか、電車通学あんまり不便じゃないですか。いや、僕朝電車通学、先ほど言ったように電車で通ってるんですけど、うん、僕が今乗ってる電車を一本逃してしまうと、はい、もう学校に遅れて登校することになるんで、うん、ちょっともう一本増やして、もう一本でも増やしてもらえれば、まあはい、もう一本ぐらいね。すごく混むんじゃない の、 東松阪までは三重校の子とか松坂高校とか混まないですか。結構混んでます。多分ね。結構人数いて、うん、遅く電車乗ると、うん、もうパンパンで立たないといけない。いつも座れるの？いつもは早めに行ってるんで、ギリギリ座れてます。わ、はい、かりました。はい。久保さんにも聞いとくかね。はい、僕は自分行きっていうよりかは、帰りの電車をもう一本増やしてほしくて、うん。帰りの電車が少ない？自分歩きなんですよ、駅から。それでいつもみんなが自転車で帰る時間を逃すと、はい、もう歩きなんで無理なんで、はい、結構待たなきゃいけないんで、うん、そこはまあ改善してほしいなと思います。自転車で通うのは考えないんですか。自転車壊れたんですあ、そう、新しくしない。はい、はい、あ、そう、はい、わかりました。はい、で、何の話からそこ行っちゃったかっていうと、電車の本数の話だったんだよね。で、この中に位置づけたい町の中で ライブ会場の設置っていうのが書いてありますけども、これは誰のご意見ですか。あなた、はい、どういうライブ会場、河合一野さんですね。はい、クラブか何かをやってるの。クラブやってます。何をされてるんですか。吹奏楽部をやっています。それでライブへつながっていった。いえ、いや、そういうわけじゃない違う、はい、推しとかが高校生では結構たくさんいる方多いと思うので、うん、その好きなアーティストのライブ会場とかを三重県内に設置したら、うんうんうん、若者とかは結構利用するんじゃないかなって思います、はい、やっぱり東京とか都会じゃないと、うんうん、会いに行くことはできないので、はいはい、県内でやっぱり会えたらいいなって。そういうライブハウスとかがあったらいいって、はい、松坂にも一つ
松ヶ崎の方にライブハウスありますけども行ったりするんですか？は行かないです。行かない、ね、はい。そっか、うん。それとですね、電車の話とあと、この給料を高くするっていう話が面白いのは面白いなと思いましたけど、これはどなたですか？みんなで。これみんなで、はい。将来を語るときに給料のウエイトはどんなものですかね。どこへ就職しようっていうときに、これは辻田さんどうですか。だいたい16万以上あったらいいなって思います。めっちゃ具体的になってきましたね。はい、今はどうなんです、新入社員の平均給料ってそれぐらいなんですか？先生がいい企業だねって勧めてくれるところは、うん、だいたい16万以上あって、うん、そんで、まあ、17万ぐらいある企業が特に生徒から人気だと思います。ところでうちの企画、うちの初任給はどれぐらいあるの？市役所18ぐらいあるっていう。それは結構大きいね。いいね、うん、はい。じゃあぜひ市役所を目指してください。はい、まあ、いろんなことを言ってますけども、皆さんがこう居続けたいっていう感じで言うと、なんかさっきの話から私が3年生の感じで聞くと、松坂結構いい町ですよね。居続けたいって思ってもらってるっていうことでしょ、うん、で、あと次の、まあ、戻りたいにも含めて、じゃあ次のコーナーでどこがいいのっていう話をちょっと聞いていきたいと思うんで、次の話題行きましょうか。はい、はい、私たちが考えたいつか戻りたい町は、実家のような存在で負担なく安心して戻れる町です。私たちは県外へ出た人が松坂に戻らない理由は、松坂よりも自分に合った環境を見つけたから。一度県外に出たら環境に慣れたり引っ越し費用のことがあったりで戻らないのではないかということがあると思いました。そこで松坂が実家のような存在で負担なく安心して戻れる町になるためには、引っ越し費用を安価にしたり、松坂自体が実家のような存在になるように地域のイベントを増やしたり、松坂の昔からの良さを残しつつ都会の流行りのお店などを取り入れることが必要だと思いました。以上です。はい、はい、ありがとうございます。実家のような存在が2回出てきましたけども、イメージ的に実家のイメージはどんなイメージなんですか、林さん。帰ってきたりだとか、この住んでいて居心地が良かったりだとか、うん、こうほっこりするような、ほっこりするような感じね、町だと思います、うん、はい。さあ、ここからちょっと核心に迫っていきたいと思うんですけども、じゃあ松坂の昔ながらの良さとか、実家のような感じとか、松坂の良さは一体何でしょうかね。うん、ちょっと2年生振ってみましょうかね。はい、河合さん、松坂の良さはどこなんでしょう。私が思うのは、はい、うん、お肉が美味しいところかなって。いいね、うん、私の帰り道の途中に、はい、いろいろお肉屋さんがあって、帰る途中揚げ物の匂いがしたり、うん、はい、なんか、うん、その辺にたい焼き屋さんとかもあるんですけど、うん、とたい焼きのいい匂いがしたり、はい、そういう匂いで、うん、なんかほっこり感、懐かしさを感じます。なるほど、松坂の食文化みたいな話ですね。はい、はい、じゃあ中谷さん、松坂の良さはどういうところでしょう。僕が松坂でいいなって思うところは、うん、昔ながらの
情緒が残っている感じがいいと思います。まあ、昔の街並みとかそういう感じです ですね、はいはい、街並みね。例えばよその地域に行ったとして、こういう条件だったら松阪に帰ってきたいなみたいなところなのか、それとも3年生の皆さんみたいにもうここにずっとおりたいわみたいな感じなのか。私は大学、仕事を含めて全部で今60歳なんですけども、その60年間の中で11年間外へ出てます。うん、で、帰ってきていつも思うのは、松坂帰ってくるとまず焼肉食べに行こうっていう思うんですよ。うん、やっぱりどの町よりもやっぱり美味しいなって、それは私はよく思いましたね、それはね。うん、やっぱり食文化っていうのはすごく大事で、この町のそこは全国に誇れるなとかっては思ってるんです。それでは3番目いきましょうか。はい、私たちが考えたずっと関わり続けたい町は、気軽に足を運べてまた来たいと思えるような町です。私たちは松阪に関わり続けてもらうために、観光地を今より増やしたり、音楽ライブの会場を作ってサブカルチャーをより充実させることや、流行を取り入れていくことが必要だと思いました。それによってずっと関わり続けたい街に近づくと思います。以上です。はい、ありがとうございます。サブカルチャーはどんなイメージなんですかね。サブカルチャーは、うん、アニメとか漫画とか、うん、日本のこの漫画とかアニメの文化は、うん、海外でも今すごく人気になっていて、うん、この海外に誇れる部分だと思うので、こういった要素を松阪でも取り入れていけば関わり続けたいなと私は思います。なるほどね、はい、はい。最近なんか結構アニメの聖地っぽいこう街がそれなりに人気だったりしますね、確かにね、うん、そこら辺のイメージですね、はい。観光地のイメージって、松阪市って観光地だと思ったりします？観光地、私は、うん、学校の課題研究という授業で、はい、松阪商人学という科目を取っていて、うんうんうん、その授業で、うん、長谷川家、はい、長谷川家とか、はいはいはい、小津家とかを訪問して、はい、そこでその江戸時代からずっと日本を江戸を支えてきたっていう点ですごい功績を残した方たちだと思うので、はい、うん、そこは観光地としてアピールしていくの大事だと思いました。はい、ありがとう。よく知ってますね。はい、ありがとうございます。うん、旧長谷川次郎兵衛家っていうんです、あれ。でから旧小津清左衛門家っていうんですけども、ああいうこう江戸時代の大金持ちのね、お屋敷が残ってて、そういうところを見てもらえるっていうのは私なりには結構楽しいかもなとかは思ったりしますね。あと松阪ってすごくいいなと思うところ一つは、観光に関係あるところで、例えばさっき言われた長谷川家とか小津もそうなんですけども、あと松阪のお城があるじゃないですか、元織記念館とか、五条番屋敷で、実は一箇所にほぼ一箇所に固まってて、全部見て回っても大体、半日あれば十分にこう見て回れるっていうか、しかも歩いていけるっていうのが塊感としてはいいよなという面ではいいですね。あと食べ物が美味しいから、昼食とか夕食でね食べてもらえればいいなって感じはまあしております。関わり続けたいっていう、また来たい、もし何かでやっぱり、町を離れても何かの形で松阪に関わっていてほしいなっていった時に、
例えば住むところは変わりますね。でその時にご出身はっていうと松阪ですって言うわけですよ。でその時にあの松阪ってこういう町なんですっていうのってあんまりこう普段なんていうんですか、自分が住んでる町とか高校がある町ってどんな町とか考えたりしないでしょ、ね、で、実はそういうのをちょっと頭の片隅に持っていてほしいな、うん、で何かの形で、関わっていってほしいなっていうのが私はいつもよく思ってて、で特に若いあの未来がある皆さんっていうのはそういう感覚は常に持っていていただくと嬉しいなっていうふうに思ってます。で特にずっと関わり続けたい町っていうのでまた来たいと思えるような町っていうあのまさしく、私たちが目指しているようなあの標語をいただきましたんでこれはすごく嬉しいなというふうに思っております。あとあのみんながこうやってきたいなっていうイベントみたいなね、ものも企画していければなと、まあ、それを思ってるんです、うん、特にさっき言ったあのアニメや漫画で取り入れてもらうっていうのはいいことですね、うん、ちょっと前に松阪のお城で映画の撮影やったんですよ、うん、結構有名なあの流浪に剣心をやりましてあれは、ラストだったかなの撮影現場になってて、でそれでそれなりにあのマニアの人が来てくれたりとかねしてましたですね一時、うん、まあ、そんなのをこう、まあ、これからも続けていければなと、うん、特にあんまアニメいいかわからないですね、まあ、街並みっていう面ではあのそれなりに街並みなんでそういうところを押していければというふうに思います。はい、ということで、今日はですね、まあ、さっきもちょっと話をしましたけどこうやって皆さん方と1時間お話をさせていただきました。で特にあのいろんなアイデアの中で私なりにはああそうかなと思ったのはサブカルチャーであのアニメやあの漫画をもっと取り入れるようなっていうのはなるほど新しい発想だなっていうのは感じました。さらにはあのやっぱりイベント大事だなっていうのもねあの感じたところです。これからもですねあの皆さん方のいろんなアイデアをいただきながらね、また来たいと、まあ、そんな街にですねしていきたいと思いますのでご協力のほどよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。松阪商業高校の皆さんありがとうございました。